ママ、パパが浮気してるかもしれない。は？パパが知らない女の人とホテルに入るところを見ちゃったの。あなた今中学の修学旅行で大阪でしょ？出張で名古屋にいるケンジがいるわけない。でもあれは絶対パパ、娘の私は間違えるわけないじゃん。そんな、しかもそれ私たちが修学旅行で泊めるホテルなんだよ。本当に？ずっと私たちを裏切ってたってことだよね。ケンジとは職場恋愛で結婚して20年になるけど、まさかあの人が浮気なんて。先日私の誕生日でパパはママとののかを世界一愛してるって言ってた。あれも嘘だったんだ。私には気難しい部長と一緒に出張なんて憂鬱だとか言ってたのに。しばらくして夕食の時間になったんだけど、全然食欲が出なくてさ。今私だけ部屋にいるんだ。そう、修学旅行先のホテルにパパが知らない女の人と泊まってるなんてショックすぎるよ。嫌なこと思い出させて悪いんだけど、パパと一緒にいた女ってどんな感じの人だった？年齢はパパやママと同じくらいに見えたかな。茶髪で髪は肩くらいまであった。他にはキャーハーって特徴のある笑い方してた。あの甲高い声がずっと頭から離れない。待って、その笑い方って。あれ、何？今花火の音が聞こえて窓を開けたんだけど、パパとあの女が手つないでホテルの庭を歩いてる。え？ここの花火、恋人同士が見たら一生幸せになれるってジンクスがあるの。二人で幸せになりたいってこと？私たちのことを裏切っといてこんなの絶対許せない。私パパのところ行ってくる。ちょっと、さっきは友達といたから声をかけられなかったけど、今は一人だもん。どういうことかパパに直接聞かなくちゃ。待ちなさい、ののか。15分後。パパがあんな最低男だったなんて信じられない。ののか、返信がないから心配したわよ。私さっき二人を見つけて慌てて追いかけたでしょ。うん。私が庭に着いた時、パパたちはベンチに座ってたの。それでパパに直接問い詰めようと思ったんだけど、いざ聞こうとしたら怖くて。わかるよ。だからベンチから少し離れたところに立ってる石像に隠れて様子を見てた。でもそこから動けなくなっちゃったんだ。そっか。キスしたり抱き合ったりっててさ、今思い出しても吐きそう。何それ、気持ち悪すぎる。しかも交際20年記念の旅行に君と来られて嬉しいとか言ってたんだよ。ほんと最低。ちょっとそれおかしいんだけど。は？私もケンジと結婚して今年で20年になるのよ。もしかして結婚当初から二股かけてたってこと？嘘。一体どこまでクズなのよ。そっか、じゃあさっきのはやっぱり私の聞き間違いじゃなかったんだ。何？パパが女にキスした後に、マナと結婚したのは失敗だった、ののかもブスだって言ってたの。はあ？ののかに至っては最近無駄に色気づきやがって、金もかかる、あんな金食い虫いらねえ、そう言って笑ってたんだよ。あいつもう絶対許せない。パパ本当はその人と一緒になりたかったんだって。でも結婚したら養育費がかかるから別れられないって。なんて自分勝手なの。言い返したかった。だけど楽しかったことを思い出したら泣けてきちゃって、ホテルの中に戻ってきたんだ。そっか。こんな涙でぐちゃぐちゃな顔じゃ部屋にも帰れない。今ホテルのロビーにあるトイレにいる。わかった。あとはママが決着をつける。え？こっちも結婚20年だしね、一緒にお祝いするわ。どういうこと？東京から大阪なんてすぐに来れる距離じゃないよ。ののかは何も心配しないで、気持ちが落ち着いたら部屋に戻りなさい。何を考えてるの？大丈夫だからママに任せて。翌日。あなた今どこ？出張で名古屋に来てるの知ってるじゃん。へえ、誰と？猿渡部長だよ。ああ、そういう設定だったね。
なんだよ設定って。それに何かよ。昨日からののかも修学旅行でいないでしょ。だからなんか寂しくなっちゃって。そっか。ねえ、私たち今年で結婚して20年になるよね。ああ、マナに寝られたんだから今の職場には感謝だな。結婚を前提に付き合ってほしいとあなたに告白された時は本当に嬉しかったわ。なんか思い出すと恥ずかしいわ。だけどなかなか子供には恵まれなくて、私は退職して不妊治療を始めた。マナが一生懸命辛い治療に耐えてくれたおかげで可愛い娘を授かったんだよ。どの口が言ってんだか。え、ああごめん、ちょっとうちが間違えちゃった。そういえばあの子から修学旅行のお土産何がいいって LINE 来てたわよ。どこ行ってるんだっけ。大阪。何？どうして驚いてるの。こないだ話したじゃない。そうだっけ。私が話した時スマホ触ってたし興味がなくて聞いてなかったか。そんなことない。あ、そうそう、あの子の泊まってるホテル面白いジンクスがあるみたいよ。え、なんかそのホテルで上がった花火を恋人同士で見たら一生幸せになれるんだって。え、カップル客からも人気が高いとこみたいね。ちなみにホテルの名前って。スカトプリンスホテルよ。え、昨日ののかからあなたが知らない女とホテルに入っていくのを見たって LINE が来たんだけど、どういうこと。知らない。笑い方に特徴のある女と腕組んで歩いてたって。人違いだ。私たちと同い年くらいのケハハハハって笑い方の女みたい。そういえばそんな下品な笑い方をする私の元同期が一人いたような。この話はやめよう。あなたニナと浮気してるんでしょ。猿あたり部長が呼んでるからもう行くわ。おかしいな。私昨日近所のコンビニで猿あたりさんと会ったんだけど。ののかと LINE を終えてコンビニを出ようとしたら偶然出くわしてね。なんであなたと出張中のはずの猿渡さんがあそこにいたのかしら。部長何か言ってた。結婚20周年のお祝いのために有給取るなんていつまで経っても仲良しで羨ましいってさ。これには理由があって。だからののかとしてた LINE を見せて仮面夫婦だったみたいですって説明しといたわ。違うんだよ。何が違うの。20年も私のこと騙してたくせに。仕方なかったんだ。あの頃君と付き合った直後にニナからも告白されて断れなくてさ。はあ。マナは料理上手で器量もいいから嫁にすれば周りからの受けがいいと思ったし、ニナは甘え上手で顔もいいから彼女に最適だった。でも私と結婚したのは失敗だってあの女には言ってたんでしょ。どうしてそれを。ののかから聞いたのよ。あんたらがベンチでイチャついてるのを隠れて見てたんだって。あれはニナに結婚を迫られたからああいうしかなかったんだ。言い訳は結構。そんなにあの女がいいならあなたの上司とお祝いに行くね。え、人の顔見て突然逃げ出すなんて失礼じゃない。なんでマナと部長がここにいるんだよ。イチャ悪い。だってここ大阪だぞ。私と目が合った瞬間手に持ってたもの全部落としてたわね。めちゃくちゃビビったわ。本当になんでいるんだ。このホテルの朝食バイキング有名なんでしょ。だからレストランの前で待ってたらお腹を空かせたアホカップルに会えるかなと思って。意味がわからない。まさかお前らも浮気してるのか。ああ、あんたたちと一緒にしないで。言ったでしょ、昨日コンビニで出くわした猿あたりさんにののかとの LINE を見せたって。うん。猿あたりさんすごく怒って今すぐ現場に乗り込むって大阪まで車を運転してくれたのよ。信じられない。6時間もかかるんだぞ。なんであの人が部下の浮気でそこまでするんだ。娘の恩人をよくも傷つけやがって。ただじゃすまさん。そう言ってる。何の話だ。猿渡さんの娘さんののかと同じ保育園だったのは知ってるわよね。ああ、仲も良かったんだっけ。ええ、でも猿あたりさんのとこが卒園と同時に引っ越したから会わなくなった。子供同士はしばらく文通を続けてたみたいだけどね。なんで今そんな話をするんだ。猿あたりさんの娘さんが学校に馴染めなくて一時期不登校になってたんだって。でもののかからの手紙に勇気づけられてまた学校に行けるようになったらしい。そんな話部長から聞いたことない。彼も娘さんからつい最近聞いたみたいだしね。
それより早く出てきた方がいいわよ。え、猿あたりさん、空になったペットボトルを片手で潰すくらい怒っておられるようだから。無理、助けて。ああ、リナと同じこと言ってる。はい。あなた、さっき私たちを見て彼女を置いて一目散に逃げ出したじゃない。あ、ケンジさん助けてって。リナはずっとあなたに向かって叫んでたのに一度も振り返らなかったわよね。あ、いや、それは相当ショックだったみたいよ。君を世界で一番愛してるって言ってくれたのに裏切り者、もうあんなやついらない、そう言って泣き崩れてた。なんか嫌な予感がする。リナに変な気を起こすなって伝えてくれないか。もう遅いみたいよ。さっきあんたたちが濃厚キスしてる自撮り写真を提供してくれたし。マジか、まさか離婚するなんて言わないよな。それ以外の選択肢ある？俺が悪かった、出来心だったんだ。本当に愛してるのはマナとノノカだけだよ。それ浮気の言い訳テンプレだね。20年間も裏切っておいて出来心はないでしょ。もういいから早く出てきて離婚届書いてくれない？無理なんだ、出れない。まだ捕まるのが怖いとか言ってるわけ？いや、そのどこか見つからない場所にと思ってホテルの温泉に隠れたんだけど女風呂だったみたいで。え？すぐに気づいて出ようと入り口に向かったんだけど人の声がしたから慌てて脱衣所のトイレに逃げ込んだら出られなくなった。あなたがこんなにもアホだったなんて、どうして20年間気がつかなかったのかしら。やばい、女の人の声がした、このままじゃ捕まっちまう。わかった、じゃあ今から行くから。ありがとう、やっぱりマナと結婚してよかった。後日だ。脱衣所のトイレの扉をノックしたのが私だと思った夫は慌てて出てきましたが、扉の前に立っていたのはホテルの警備員で、その場で気絶。その後目を覚ました夫は記憶喪失を装い、リナのことだけ覚えていないふりをしていました。もちろんバレバレですけどね。夫は何度も私に泣きついてきましたが、私の意思が変わることはなく数日後に離婚が成立。夫とリナには合わせて300万の慰謝料を、夫には娘の養育費250万を請求しています。あのクズカップルは会社内でも何かあるたびに罵り合いをしていたようですが、ついに殴り合いの喧嘩に発展、止めに入った社員に怪我をさせてしまい傷害罪で逮捕され会社をクビになったそうです。夫のせいで私も娘もとても辛い思いをしました。だからこれからは何百倍も幸せになれるように娘とたくさん笑って過ごしたいと思っています。